ケロシン系、ジェット燃料ジェット A-1 を輸送する、トラックケロシン系、ロケット燃料 RP-1 を使うサターン V の、打ち上げケロシンとは、石油の分流成分の一つである。およそ沸点150摂氏280度、炭素数10から15、密度0.79から0.83のものである。ナフサより重く、軽油より軽い。ケロシンを主成分として、投油。 ジェット燃料、ケロシン系、ロケット燃料などの石油製品が作られる。灯油の成分はケロシンだが、日本では灯油をケロシンと呼ぶことは稀で、ケロシンといえば、ジェット燃料やロケット燃料のことが多い。英語では、ケロシンのほか、ケロシネとも綴り、またコールオイルとも言う。中国語では、すす油や俗に、火水という。モービル石油やコストコのガソリンスタンドで、 灯油の給油機には英語のケロシネが書かれている。また、英国と南アフリカではイギリス英語パラフィンとも呼ぶ。ケロシンは無色で燃えやすい液体の炭化水素で石油の分流で150摂氏275度の分流区画を占める。かつては灯油ランプに広く使用されていたが、その後は灯油やロケット燃料やジェット燃料として使用される。 ケロシンの名称はギリシア語のカッパイイタロに由来する。原油から直接上流された標準的なケロシンは、硫黄の含有とそれに伴う腐食性を減少させるために、いくつかの脱流処理を必要とする。今日では、ケロシンの一部は、石油クラッキングによっても生産される。つまりクラッキングにより、原油の中でも重油として燃料にしかならない成分から、 価値のある成分へと改出している。インカテ点は摂氏37度から摂氏65度、発火点は摂氏220度。石油ファンヒーターケロシンに水素添加や温め分、クラッキングの常用分などがブレンドされ、各種の燃料が作られる。灯油は家庭用の燃料などに使われる。日本では灯油の品質は実二2203で標準化されている。 灯油の調理用燃料としての使用は、ほぼ発展途上国、またはバックパッカーに限られており、そのような用途では、生成度が低く、不純物やゴミを含んだものが使用されている。日本では、家庭用の灯油ストーブで、暖房燃料として広く使用されており、ガソリンスタンドや宅配によって、容易に入手可能である。ジェット燃料は、ほぼケロシンからなる。 ケロシン系とナフサを混ぜるワイドカット系に分けられる。民間用の規格としては、ケロシン系の ZA と ZA-1、ワイドカット系として ZB がある。これらはアメリカの工業規格 ASTMD-1655 で標準化されており、日本では JISK-2209 がそれに準拠している。軍用にも各種規格がある。 ロケットエンジンでは燃料を大気圏外でも燃焼させるため、液体水素やケロシンなどの燃料の他に酸化剤を搭載する必要がある。酸化剤として用いられる物質は、第二次世界大戦中のバルターロケットでは、過酸化水素、同じく V2 ロケットでは、液体酸素、戦後のミサイルでは赤塩晶酸や、火塩素酸アンモニウムなどである。ケロシンを燃料とするロケットの場合、 酸化剤としては液体酸素が多く用いられる。ロケット燃料としての性能は噴射速度が高いほど言い換えると燃焼温度が高く燃焼ガスの分子量が軽いほど最終飛翔体と燃料の重量比が良くなる。したがって理想的には液体水素と液体酸素の組み合わせがロケット燃料には最適である。 しかしながら液体水素は密度が低いためタンクが巨大になり、また液体酸素との沸点の違いからタンクの断熱構造が複雑になるなどの課題がある。すなわち実際には燃料タンクなどロケットの構造材の重量も含めて考慮されるべきでサイズが巨大になる。多段式ロケットの一段目には構造材の装置が簡単になり、 軽量化が図れるケロシンが燃料として採用されることが多い。ケロシン系、ロケット燃料ケロシンを燃料とするロケットエンジンのレケロシンと厳密に同義語とは限らない。ありがとうございます。